はい、どうもゆうすけです。これからですね、ディアルガのレイドをやりたいと思うんですけども、私ですね、TL50 ですね、はい、トレーナーレベル50まで、あともうちょいでございます。あとだいたい経験値30万ぐらいでなれるので、ですので本日はですね、この TL50 を目指して張り切って頑張っていきたいと思います。で、まあ、私ですね、まあ皆さんご存知の通り、GO バトルリーグのシーズン6とシーズン8でレジェンドに行っております。で、まあ GO バトルリーグのレジェンドとトレーナーレベル 50TL50 というのが、まあ現在ポケモン GO における2大称号ですね。はい、2大称号だと私は思っておりまして、この GO バトルリーグレジェンドとトレーナーレベル50をどちらも達成したプレイヤーは、私の中ではポケモン GO のアルティメットプレイヤーと呼んでおります。ですので、まあちょっとで、ね、私もそのアルティメットプレイヤーになれるということで、今回の動画はそのアルティメットプレイヤーを目指すという感じでお届けしていきたいと思います。では、もうそろそろディアルガさんが倒れますと。で、これであれですね、伝説レイドを倒しましたので、もらえる経験値はですね、1万 XP しっかりともらえました。やったね。うん、で私ですね、一応あの幸せ卵は使わないという、謎の縛りプレイをしておりますので、ですので、まああとレイド2、30戦ぐらいね、こうディアルがやっていきたいなと思います。まあフレンドさんにも、ご協力いただきまして、まあ、招待されたレイドも積極的に入って、経験値を稼いでいきたいと思います。で、大変ありがたいことにギアタニ君からですね、はい、宮城のポケモン GO YouTuber のギアタニ君から、招待をいただきました。ありがとうございます、ギアタニ君。というわけで、ギアタニ君の招待を受けましたので、レイドやっていきたいと思います。ありがとうございます。ではこれからですね、ロケット団リーダーを討伐していきたいと思います。 TL50 になるための最終タスクですね、の内容の一つとして、こちらですね、CP2500 以下のポケモンのみを使ってゴーロケット団リーダーに3回勝つというタスクがございます。これね、あの今までサボってたんですけど、まあ、もうそろそろ TL50 になるということで、これを早速着手していきたいなと思います。で、ここに、姉さんがいるんで、シーラの姉さんがいるんで対決していきたいと思います。パーティーどうしようパーティーどうしよう全然考えてないよ。とりあえず強さで、まあ、ハイパーリーグ用のパーティーでいけば多分大丈夫だと思うんで、今からパーティーを組みたいと思います。はい、パーティー組みました。シエラ姉さんですね、はい、姉さん何使ってくるかよくわかんないんですけど、とりあえずまだラグラージの高速ハイドロカノンでシールド剥がしたいなと。で、あとはね、まあ、ハイパーリーグでよく使ってる、カイリュウとエンペルトを入れようかなと思います。まあ、カイリュウとエンペルト相性補完がいいんで、多分何来てもね、この2体で弱点カバーできると思うんで、まあ、なんとかなるという算段ですね。うん、本当はもっとね、最適ポケモンいると思うんですけども、最適ポケモンがいるはずなんですけども、ただあのこのタスクのために砂を使うのはすごい嫌なので、ですので、まあ、ハイパーリーグで使っている子たちでちょっとやっていきたいと思います。それじゃあレッツバトル、勝てます、これ勝てます。ラグちゃん、ニューラ、あ、対戦よろしくお願いいたします。姉さん対戦よろしくお願いいたします。ちゃんとね、あれですよ、姉さんといえど2、3、4、5、 CCT は決めていく、 CCT は決めていく、ちゃんと CCT 決めるとダメですよ、こういう時ね。 CCT を決めていきますね。ちゃんと姉さんといえどね、やっぱね、あのご挨拶大事なんでね。はい、1、2、3、まあ、この辺で、うわー、ノー、やめてください。いやでもこれで貯められる、これでゲージを貯められる人生、おい、イカサマられる、はい、1、2、3回ぐらい、はい、5、で、これで削られる人生、やっぱラグラージですね、いい感じに起点できますね。はい、剥がした。で、1、2、3回、これぐらいでいいでしょう。はい、もうしっかりね、こうロケット弾とやるときはですよ、あ、皆さんお分かりだとは思うんですけども、硬直時間ですね。はい、あのこうやって攻撃した後には、まあ、こんな感じでもう終わって固まるんですよ。固まるからその時間を利用してドーンですね。これが、成功法になりますので、ロケット弾リーダーを返さなくてやばいよという方はぜひ、硬直時間を
利用した立ち回りやってみてください。こんな感じでいいと思います。なお、フェアリーやめてくださいやめてください。フェアリー怖いよ、フェアリー怖いよ、フェアリー怖い人生、フェアリー怖い、フェアリー怖い。1、2、3、チェンジマイライフ、オッケーで、フェアリーに強いエンペルトを出す、完璧。あ、何これ何これ、噛みつかれてる、やめてくださいやめてください。エンペルトさん、エンペルトさん頑張って、エンペルトさん、これで OK。 ラス1何、ラス1何、キングダム、ノーノーノー、強い強い、打ちたい打ちたい打ちたい人生、打ちたい人生だけど、片手だとね、これ片手で今やってるんですけど、片手だとね、これ出せませんね、飛行タイプね。ノー。じゃあこれラストはね、海竜パイセンでいきましょうか。海竜パイセン、ドラクロ落ち込めば俺の勝ち、ドラクロだよ、ドラクロ、ドラクロ落ち込みたい人生、オッケーゴー、いけいけ、これで終わりだ。あ、終わらない、お強いな、キングズはさすがだ。でこれで OK でしょ。はい、シエラ姉さん対戦ありがとうございました。お、タスク達成ですね。 CP2500 以下のポケモンのタスク達成の、録画が出ました。いやありがたいことに、ちょっとね、ツイッターでちょっともうちょっとで TL50 に行くんで、もし余裕あったら大丈夫なんで、あのレイド招待お願いしますと、ツイートしたんですけども、そしたら、大変ありがたいことに、あの多くのフレンドさんがですね、レイド招待を飛ばしていただきまして、本当にありがとうございます。本当に感謝です、本当に感謝してます、ありがとうございます。でこういう感じで、あの今レイドバンバンできているっていう状態ですね。いや本当にありがたいです。まああと多分20回ぐらいレイドやんないと TL50 にはいけないんですけど、まあこのペースだったらなんとかいけそうですね。まあ本当ね、あの自分一人だけの力じゃなくて、こういろんな方のフレンドさんとかね、いろんな方の協力があって、そして今までね、僕ポケモン GO やりながらね、こういろんな人と出会ってきました。いろんな、仲間ができました。はい、もうね、自分一人だけのね TL50 じゃないんだよ、これは自分一人だけのアルティメットプレイヤーではありません。レジェンド行った時も自分一人だけだったら絶対ね、ゴーバトルリーグのレジェンドなんてね、いけなかったと思います。本当にあの皆さんのね、協力があって、皆さんのサポートがあって、それでレジェンドに行けたと思っておりますので、ですのでこのアルティメットプレイヤーは僕一人だけのものではなく、皆さんのものだと、皆さんのおかげで達成できているアルティメットプレイヤーだと思っております。本当に感謝です、皆さん本当にありがとうございます。とりあえずディアルガさん早く捕まって空気読んで、無事ゲットです。いや、あとちょっとなんだよな、あとちょっとで経験値は溜まるぞ。で、しっかりエクセント出してるから大丈夫なはず。で、招待来てないと。で、あとちょっとですね、あと22000 あと22000なんで、あと2000レイドをやれば経験値はいけるってことだ。招待機能なかったらあれですからね、もうこんな早く行けてないですからね、絶対招待機能でこうレイドがこうガンガン来るから行けてるだけであってね、いや本当に招待いただいた方ありがとうございます。いや本当ね、今日ね多分バンバン招待来ていて、本当にありがたいことに多分ね結構な方の招待入れてないと思います。本当に申し訳ないです。はい、ただ本当そのお気持ちが嬉しいです。誘っていただけるお気持ちが嬉しいです。すいません、本当に全て入れなくて申し訳ないです。ただ入れるところは入ってますということでね。あ、ちなみに捕獲もね、今お交代いて、で、すごい小川町の、いつもの、この徘徊ルートですね。はい、こうポケストップ沿いをバーンってね、こう小川町歩いていけば結構稼げるんで、それで、捕獲に関してもだいぶ稼ぎました。それで、一応目標としていた、捕まえたポケモン18万ですね。はい、捕獲18万匹累計、この5年で捕まえたポケモン18万匹達成しました。はい、まあ、ここまでいければ大丈夫でしょう。じゃあね、ちょっとね招待来るのを待ちたいと思います。はい、招待来ました。ケンちゃんから招待来ました。ありがとうございます、ケンちゃん。
いやポケモン GO YouTuber のケンちゃんです。いつもお世話になっているケンちゃんです。レーダー配信の時とかね、すごいお世話になってるんですよ、ケンちゃん。ありがとうございます。はい、ケンちゃんからの招待で無事討伐し終わりました。本当にありがとうございます。さあ、あと1戦やってね、とりあえず経験値を、経験値1億7600万ですかね、確か TL50 の経験値が、それをね、達成していきたいと思います。でもこれ幸せ卵使ってないですからね、俺ね幸せ卵使ってないんですよ、マジで。あの一番最初の時は使いました、あのポッポマラさんの時は。ただそれも課金しないやつで、あのなんかレベルアップのあのやつだけ、レベルアップの時にもらえるやつだけ、ちょっと乾きたレベルアップの時にもらえるやつだけ使ってましたね。それ以降は本当使ってないですね。だからボックスとかに来るじゃないですか、あの幸せ卵、それねもらってもね、僕全部捨ててましたからねボックスとかについてきたやつとかね。それぐらい幸せ卵を使わないことに、とにかく、縛りプレイとしてこだわっていました。なのでね、幸せ卵を使わない状態でこの TL50 の経験値達成できるっていうのはね、ほんとまあ自分の中ではまあ胸張れるかなと思います。さあ、ラスト1戦レイドご招待いただきましたありがとうございます。いやもう本当にもう全てのフレンドさんに感謝です。もう何度も言ってるけどね、もう何度も繰り返し言うけど、本当感謝。もうこの TL50、ゴボトルリーグレジェンド、アルティメットプレイヤー達成は本当感謝ですね、うん、人への感謝、一緒にポケモン GO をプレイしてくれる仲間への感謝です。なので、このラスト一戦はですね、こう今までね僕と一緒にポケモン GO をプレイしてくれたこう全ての方に、僕の全ての仲間に捧げるタップをしていきたいと思います。さあ、これが最終試合です。引退試合ですさあ、引退のディアルガさん、対戦よろしくお願いいたします。そして他の17名の方、京都よろしくお願いいたします。いいですよ、こうね晴天ブーストですからね。いいですよ、モグラ、いいですよ、モグラ、いけ、モグラ、流星群、避けます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 、ああ、避けた流星群は避けていく、流星群は避けていく、ドリルライナー打っていく、いけ、モグラ、流星群、避けます、避けます。そしてね、さっきからね、あ、蚊が蚊との戦い、TL50 到達の瞬間は蚊との戦いおぉ、もうみんなの思いを込める、レイド誘ってくれたみんなの思いを込める、僕と一緒に今までポケモン GO をしてくれた全ての仲間への感謝を込めて、避けるモグラ、いけモグラ、ナイスモグラ、対戦ありがとうございました、共闘いただいた方ありがとうございました。そしてレイド招待してくださった方、全てありがとうございました、全ての皆様に感謝です、本当にありがとうございました。さあ、ラストさあ、最後ぐらいは色違いを出していきたい人生、最後ぐらいは色違いを出していきたい人生、どうですか、どうですか。ああ、そうは問屋が下ろしませんでした。さあ、ラストディアルガゲットです、ありがとうございます。でそしてお、経験値超えました、経験値が1億7600万、これで TL50 になるのに必要な経験値がたまりました、ありがとうございます。そしてラスト、まだ仕事が残ってる、ロケット団リーダーにあと2回勝たなきゃいけないということで、最後ロケット団リーダーをぶっ潰して優秀の美を飾ろうぜって感じでやっていきたいと思います。はい、それじゃあアルロさん、アルロニーチさん、買いますね、対戦よろしくお願いいたします。でパーティーはあれですね、またハイパーリーグのパーティーでいきましょう、ハイパーリーグのパーティーですね、さっきのパーティーでいいかな、ラグちゃん、ペンちゃん、リュウちゃん、じゃあこちらでいきましょう。アルロ何使ってくるっけ、アルロさん何使ってくるっけ、ラグラージコンパン大丈夫かな、コンパン、大丈夫ですか、あー大丈夫じゃないけど大丈夫、これ同端技なんで、あー差し込まれていく人生、差し込まれていく人生くそ、アルロさんに差し込まれていく、あ、挨拶乗せた、アルロさん対戦よろしくお願いいたします、挨拶大事ですよ、挨拶
いくらロケット弾と入れてね、あいつ大事。さあシールド剥がしていく、シールド剥がしていく人生、シールド剥がしていくぞ。ハイドロカノン、お、いいっすね、いいっすね。そしてもう一発、ちょっと起点にしたい、ちょっと起点にしたい、ちょっと起点にしたい。ああ撃たれてしまう、撃たれてしまう。欲張りすぎた、欲張りすするとねこのゲームよくないですからね。何ですか、先光線。じゃあもうちょっと起点、起点にしていく人生、起点にしていく人生。さあこれでハイドロカノン撃っていく人生。わあちょっと怒る、じゃあその分起点にする。オッケー、ガン起点、ガン起点ですよ、いいっすよ。次なんすか、何聞きますか。ノーマル、リングマン、リングマン。じゃあとりあえずハイドロカノン、とりあえずハイドロカノンしていく人生。リングマン多分格闘技持ってると思うんで、これはですねエンペルト当てられないですね。1回2回まあこのぐらいでいっか。はい、ハイドロカノン、いいね、ラグちゃんいいね、ラグちゃん、ラグちゃんいい仕事しますよ。ダウン、オッケー、もう一発ハイドロカノンを撃てれば、もう一度ハイドロカノンを撃てれば OK でしょう。ナイスな人生、ラグちゃんいいよ。これもねあれなんですよ、立川の昭和記念公園まで行ってね厳選したんですよ、このラグちゃん。そう、立川の昭和記念公園、公園がその時あの巣だったんで、あの水ごろのね、そうハイパーリーグ用のラグちゃんが欲しくて、でこれは無理なんでチェンジマイライフ、チェンジマイライフだ。帰りを選んでしまった、帰りを選んでしまった、帰りを選んでしまった人生。とりあえず撃つ、あー差し込まれていく人生、 CCT 失敗。ちゃんとしっかり CCT はしないとダメですよ、タイプ相性的なこれ不利なんだよな。いやダメだなこれ、ミスターチャ、ミスチョイス、ミスチョイス。いやいや、いけるんじゃないか、いけるんじゃないか、いけるんじゃないか。これで硬直時間を利用すれば、硬直時間を利用すればアイアンヘッド、硬直時間を利用して、あーどうだろう、硬直時間を利用すれば多分いけるとは思うが、お願いします、いけー、しゃー、オッケー、倒した。アローさん対戦ありがとうございました、やりました。これで、ね、あと一人、リーダーをぶち飲めせば、ぶち飲めせば僕はアルティメットプレイヤーになります。さあいよいよ TL50、ポケモン GO アルティメットプレイヤーラストバトルになります。お相手はクリフパイセンです。俺とバトルしようってのか、お前などただただ目障りなだけだが、俺はそんなお前に勝たなければいけない。さあ、対戦よろしくお願いいたします。ロケットレーダーを使わさせていただきます。でパーティーはですね、やはりあの安定のこれいきましょうか。ラグちゃん、ペンペンカイルですね、こちらでいきたいと思います。だからね、この一戦にね、あの今まで5年間ポケモン GO をね頑張ってきたんで、その全ての思いを込めたいと思います。それではこれが引退試合でございます。引退試合ということあってね、もう全ての思いを込めます。対戦よろしくお願いいたします。さあラグラージー、種棒、いやこれやばいっすね、これやばいっすね、これはこれ即引き、チェンジマイライフチェンジマイライフしてガンガン貯めていく。いやこれ技一だけで、あこれ技一だけで、あガン起点にしていいですね、ガン起点にしていく人生、オッケー、ネクスト。あいいっすよ、いいっすよ、借りて山、ドラクロ、ドラクロでシールド剥がしていく人生です。いいですよ、もうね全ての全ての力を、今までこの5年間散々バトルした、ジムもめっちゃやった、レイドもめっちゃやった、ロケット弾もそこそこ倒した、でゴーバトルリーグはレジェンドに2回も行った、もうね全ての思いぶつけますよ。だいぶ痛いな、張手山、張手山だいぶ痛いな、もう全ての思いをぶつけますよ。 OK、 いやーあんま食らわないな、まあ、チビチビいきますか、チビ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 いきますか、チビチビ削っていく人生。まあ、途中で変えちゃってもいいんですけどね、ただね格闘技なんで迂闊に引けないっていうのはありますね。あー、オッケー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 、素晴らしいタイミングで
素晴らしいタイミングで打ってくれましたよ。クリスさん、ありがとうございます。バカジから出下がっていく。で、長域点にする。長域点にして、長域点、 OK OK、 難敵排除。ラスト、ラスト、バン、バンギ兄貴、バンギ兄貴、最後はバンギ兄貴です。今思えば俺、人生で初めてレイドバトルしたのはこのバンギ兄貴でした。バンギ兄貴を、バンギ兄貴を取るために、バンギ兄貴を取るためにお台場に行ったりしました。バンギ兄貴が近所に出た時は超絶ダッシュしたりとかしたんすよ。バンギ兄貴、痛い、痛い、痛いよ、痛いけど、痛いけど、さあ最後、勝負の、勝負を決めるハイドロカノン、ハイドロカノンを、ハイドロカノンをぶち込んでいく、ぶち込んでいく。人生いけー、オッケー、倒しました。大変ありがとうございました。で、これで終わったら TL50 のあれが見れますね、ついに。長い戦いだったよ、5年かかったよ。 TL50 ゴボトルリーグレジェンド制して、このアルティメットプレイヤーになるまで、アルティメットプレイヤーになるまで5年かかったよ。おーしゃー、やった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 よ、やったよ、スクショやりました、やりました、やりました。じゃあ博士が、なんすなんすかこれ。またこうして会える日を楽しみにしていたよ、ゆうすけ。あ、なんすか。まあそう先を急ぐねよ、深呼吸してみる。いや全然先急いでないですけど、部長これで僕引退するんですけど。吸って吐いて、なんすか、あのラジオ体操っすか。うん、あ、まあまあまあ無視。今回の調査は時間かかると思うが、適度に力を抜いて頑張ってくれ。それで途中で投げ出さないための得策だ。全力投入思いが何よりトレーナーたちに楽しみながら協力してもらう。これが私の調査依頼の目的と言ってもいいぐらいで、よろしく頼むよ。なんすか。えげつないやつですね。はい、えげつないやつですね。はい、やりました。はい、というわけで無事 TL50 トレーナーレベル50達成いたしました。そしてゴーバトゥーリーグレジェンドにもなりましたので、これでトレーナーレベル50とゴーバトゥーリーグレジェンド2冠達成して、ポケモン GO のアルティメットプレイヤーになりました。やりました。で、まあね、この前のレジェンド到達配信を見て、くださった方はお分かりの通りですね、色違いのマスクのピカチュウも取ってしまいまして、なのでもうやるべきことは全てやったかなっていう感じなので、あの引退するなら今しかないんですよね。でもね、こう実際にアルティメットプレイヤーになって思ったことはね、こう僕のポケモン GO 人生、いやもっと言えば僕の人生は自分一人だけのものではない。いろんな仲間たち、出会い、とにかくね、たくさんの人に支えられて自分の人生があるんだなということを、僕はこのポケモン GO 5年間やってきて、そしてアルティメットプレイヤーに到達して痛感いたしました。実際ね、あの多くの方々のご協力がなければこのアルティメットプレイヤーに、アルティメットプレイヤーにはなれなかった。今日だってね、レイドバンバンフレンドさんに招待していただかなければ経験値はたまらなかった。そして何より、あの精神的に辛い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 ゴーバトルリーグ、自分一人だけの精神力では絶対持たなかった。仲間が支えてくれたからレジェンドになれた。これは俺一人だけのアルティメットプレイヤーという称号ではありません。この動画を見てくださっている全ての方々、そして今まで僕と出会った全ての方々、僕の仲間たち全てのアルティメットプレイヤーという称号なんですよ。だからやっぱ引退できないよ。引退はね、やっぱね、できないですよ。なんでね、まあこれからはね、まあポケモン GO を続けます。続けていきたいと思います。そしてまだまだね、やっぱポケモン GO を通してやっぱ自分の人生ってより豊かになっていけると思います。まあ今コロナでなかなか
出会いとかね、まあすごい難しいと思うんですけども、でも続けていればね、この先さまざまな出来事、さまざまな出会いがあって、それが自分の人生の糧になっていくと思います。そんな人生です。それがアルティメットプレイヤーとしての人生です。なので今後ともこんな不器用な自分ですが、皆様何卒よろしくお願いいたします。これからもね、ポケモン GO エンジョイ、いやポケモン GO だけじゃないね、うん、ポケモン GO を通して人生をエンジョイしていきたいと思います。これは僕ね、しつこく言ってることなんですけどもね、ポケモン GO というのは何かをするきっかけであり、人と人とをつなげるツールでございます。僕の人生を豊かにしてくれたツールでございます。そしてこの動画を見ているあなた、ポケモン GO をプレイしているあなた、あなたの人生はポケモン GO を通して必ず必ず素晴らしいものになっていくはずです。なのでもし続けられるならぜひ続けていただきたい。そして皆さんもぜひぜひこのアルティメットプレイヤートレーナーレベル50とロボットリーグレジェンド、こちらを目指して皆さん頑張ってください。僕はね、頑張る人を見ているのが大好きなんです。頑張る人を応援するのが大好きなんです。そしてそんな人の勇気、愛、希望、情熱、勇気みたいなやつをね、与えられるように、これからも僕は、いろいろ頑張っていきたいと思いますので、皆様今後ともよろしくお願いいたします。そしてこの動画を見て、お前熱いじゃん、ゆうすけ最高じゃん、アルティメットプレイヤー最高じゃんって思った方はぜひ高評価をそしてチャンネル登録をお願いいたします。僕ね、普段ねあんまりこういうことをお願いしないと思うんですけども、ただもう今回に関してはもうお願いしたい。本当にもう5年間本当に頑張ったんでね、ポケモン GO は僕の青春です。ポケモン GO は僕のオリンピックです。これからもエンジョイしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。皆様本当に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 ありがとうございました。
ですね、私アルティメットプレイヤーということで TL50 とゴーバトルリーグレジェンドというね2冠を達成した、まあ、すごいプレイヤーなはずなんですけども、そんなすごいプレイヤーがですね、アルティメットプレイヤーがですね、まさかのダストダスの図鑑が埋まってないっていう衝撃の事実が判明しちゃいましたね。ダストダスの図鑑ってさ、普通にポケモン GO をプレイしてたら、まあなんとなくプレイしてても埋まるよね、ダストダスって。なぜかアルティメットプレイヤーであるはずの私がですね、ダストダスの図鑑が埋まってなかったんですね。じゃあせっかくなんでね、最後にこのダストダスの図鑑を埋めて締めますか。ゴミ袋くん。あれあれ、ゴミ袋くんがいないぞ。大変失礼いたしました。ゴミ袋くんですね、ヤブクロンって名前でしたね。はい、いやーすいません、ゴミ袋さん、もう君はね色違いがね出なかったんでね、うん、ちょっとしたら僕は君のことを恨んでいるのかもしれない。でたまたまね、スーパーリーグ43位個体をですね、しっかりと保存していました。そこはその点はやっぱアルティメットですよねアルティメットプレイヤーたるものをバトルリーグで使える個体は取っておくというのがね、やはりアルティメットプレイヤーのあるべき姿でしょう。じゃあこのスーパーリーグ43位の、個体を進化させて図鑑を埋めていきたいと思います。進化、さあ初進化です。ついに図鑑が埋まる。おーおー、でまさかの図鑑登録まさかのこれ図鑑登録です。いやダストダスの図鑑がついにゴーバトルリーグレジェンドに行って、そして TL50 になった後にあってついに埋まりました。まあ結論から言うと、私は全然まだまだアルティメットプレイヤーなのではなく、やはり私はトップオブライトユーザーだったということですね。というわけでこれからもライトなペースでポケモン GO を楽しんでいきたいと思います。皆さん今後ともよろしくお願いいたします。それではご視聴いただきましてありがとうございました。アディオス。